引きの22件の不正、罰金で解決へ。マンチェスターシティは過去2シーズンのキックオフ遅延に関する22回の不正によりプレミアリーグから209万ポンドの罰金を課せられた。お隣のシティさん、よくわからんけど不正してたみたいで罰金くらってて草。キックオフの遅延で罰金くらってて草。そんなんええから早く115件の不正の制裁受けて。シティは22件の不正を罰金払ったみたいです。マンチェスターシティがキックオフを22回遅らせて罰金を課せられたなんてどうでもよいんだよ。115件の方を頼むわ。楽な方を取るな。おいまて、シティが罰金ってニュース来たけど、それで終わりじゃねえよな、まさか。倒産シティ115の制裁かと思いきや、別件、日本円で2億ぐらいかな、罰金は、シティにとっちゃ合ってないようなものやろ。嫌なのはこれで115の件が軽くなることないとは思うが、しっかりやってくれ、FA。シティに制裁来たーと思ったらただの罰金だったしね。何年も前からやってる不正は放置でキックオフ違反とかいうどうでもいい罪だけ取り締まるのやめてもらっていいですか？シティの不正疑惑泥沼になりそうだな。とりあえず11月から裁判始まるってことか？ということは来シーズンは普通にやれるのかな？シティの不正に関しては件数が多すぎて裁判が先延ばしになってるのが悪いよな。とりあえず 1.2 件確実そうなのからやったらダメなんか？エバートンとか即剥奪やったし、レスターも来季マイナススタートなんやろ？お前ら何件不正してるん？